朝ごはんはリンガンハットのちゃんぽんで、その上にあるのは私の照明写真です。年を感じるな。あのリンガンハットのちゃんぽんは以前この動画でも食べてたリンガンハット皿うどんの、まあ、セットで買った冷凍のリンガンハットちゃんぽんなんですけど、作り方がねもうめちゃくちゃ簡単で、もうカット野菜、具材も冷凍で届いて、麺とあとスープ、これ全部もうねぶっこんでね煮るだけ、もう本当に簡単でお店の味がいただけるので、もう相当気に入ってます。美味しいし。でこの日なんですけど、最初に言っときます、めちゃくちゃ食べてます。この日ねなかなか食べてます。なんでだろうってくらい食べてるんだろうな。だからもう、これダイエット動画とは言ってるんですけど、まあちょっともっぱんね食べる動画と思って見ていただいた方が、あの皆さんの見る側のストレスがなくなると思うので、どうぞ、そういう面で見てもらったらありがたいです。そして、ミロですね、鉄分補給で、お昼ご飯が久留米ラーメン、三宝さんの美味しいね新発売のラーメンなんです。これめちゃくちゃ美味しかったです。あのラジオでいただいて、でやっぱねいただいたからにはねすぐ食べたいなと思って食べたんですけど、もう本当美味しかった、米準備すればよかったと思いながら食べてましたね。やっぱ久留米ラーメンなので豚骨がねぐっと効いてる濃いね豚骨スープですね。これがまたね麺としっかり絡んで美味しいんですよ。ぜひ皆さんね、この三宝さんの久留米ラーメン手に取って、食べてみてください。おすすめです。私大好きです。まあ、結構食べてるとは言ったんですけど、あの私的にはですよ、少量ずつを食べた気持ちなんですよ。多分普通の方からしたら結構食べてるやんとはなるんですけど、私はこのラーメンにご飯を我慢したっていうのがなかなかね、あの大きな一歩。そしてこれはね、あの昨晩旦那さんのご飯作ったんですけど、豚ともやしの源たれ焼きですね。これもご飯欲しいけどご飯我慢したって私の大きな一歩。はい、これね源たれって青森東北で有名なタレなのかな、なんですけど、あの主人のお母さんが送ってくださって、まあこれが美味しくて、でもこれ一本で味付け抜群に、はい、仕上がりますので、よかったらね使ってみてほしいです。そしておやつがこの春の三色餅ね、まあ、おはぎだったり桜餅だったりね食べました。もうすいません、これも美味しかったです。ボブコです。ちょっとね変な寝癖がついちゃったんですけどね、はい、今日はねボブコとこうやって、あ、こちらのお餅も食べちゃいました。美味しい、一番美味しかった。で夜ご飯に、この炊き込みご飯といいますか、顔漫画を作ったんです、初めて。で、まあ、旦那さんに出す前にちょっと味見ということで一膳ほどいただきましたね。失敗したのはですね、オイスターソースを、準備しなくて、代わりにですね、なぜか私お好み焼きソースを入れてみましたけども、やっぱね、オイスターソースの方が美味しく仕上がっただろうなっていうお味になりました。でもね、まあ、旦那さんも何も言わず食べてくれたのでよかったなと思って、今回は以上となります。それじゃあまたね、バイバーイ。